長いサラサラの髪です。今日も元気萌え
にちは、中学1年生12歳のともちいことのともえです。チャームポイントは背が小さいところとこの二重の目です。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは、小学6年生12歳、しっかり屋に見えて実はうっかり屋、大石若菜です。あだ名ワッカーで、今日は新しい衣装を着て頑張ります。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、高校1年生15歳リーダーの佐藤ののこです。好きなものはキラキラしたものです。今食べたいものは桃がすっごく食べたいです。よろしくお願いします。はじめに歌った曲は私たちのテーマ曲ビューティスト新しいホームです。それでは次の曲に行きたいと思います。次の曲は君色です。その後に2曲続けて聴いてください。チェンジ・ザ・フルマチ
ばかりね、だからみんな
ウキウキしてハラハラしてチラして君はどんかいどんかい私もどんかいどんかい本当は泣き虫なのにいつかどんかいどんかいうんちぐせどんかいどんかい気にしてること見え見えだけど君が好きだよ見え見えだけど君が好きだよ君色と千住座フルマッチと君はドントクライ3曲続けて聴いていただきました。前回は私服という衣装だったのですが今回から新しい衣装が増えました。イエーイ、とても秋っぽくて可愛らしい衣装になっています。可愛い、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。次の曲は Never Forget です。聴いてください。
ありがとうございました。 Never Forget を聴いていただきました。続いての曲はカバー曲心細いなとすごく可愛い曲ハローグッバイです。聴いてください。いつまでも
夏の終わりの曲なんですけど、若者のすべてとインサイ合祭です。聴いてください。
私たち、新潟市で行われるアイドルサミットに出演するんですけど、みんなどう？意気込みとか。すっごい楽しみです。いや、会場が、ごめんね、いいよ会場がすごいでかいみたいで、2倍ぐらいあるね、ここの。わかんないけど500人入れるもっと入るんじゃない？500人以上入るらしいです。すごい。なのでどんな感じか緊張はするんですけど、とっても楽しみです、うん、楽しみです。ぜひ来てください。お願いします。そしてこれから歌うのは新曲だよね。はい、14歳の恋を描いた曲だそうです。14歳だ。はい、書いた曲です。え、14歳だ。みんな何歳だっけ。12歳え、12やな。若いね。いい歳だね。10歳。かわいい歳だね。私は10歳。10歳じゃないでしょ。ごめんなさい、ごめんなさい。15歳です。よろしくお願いします。これ、ともえちゃん。あ、はい。サビの時にこういう風にやるんですけど、あ、こうか、こうかな。こっち、こっち、こっち。皆さん、右からこういう風に、私たちと一緒のように
一緒の向き。で、いいです。え、こっちか。皆さん一緒にやってみてください。お願いします。お願いします。それでは新曲になります。はい、新曲の 恋する気持ちと君がいないとねです。あ、最後の曲。最後の曲。お願いします。新曲の恋する気持ちと君がいないとねです。聴いてください。突然だったから
君がいないと調子狂うんだよ。君がいないと寂しい。君がいないとね、僕はダメなんだ。ラリリレルです。かわいく見えるでしょ。
泣きそうだったら
またここでお会いしましょう。せーの、ラリー